ウィリフレド・ホセ・トーバー・ソとは、ベネズエラのミランダ州、インデペンデンシア市サンタテレサデル・トゥイ出身のプロ野球選手。ウトウ・ミギウチ。MLB のニューヨーク・メッツ参加所属。2007年10月12日にアマチュアフリーエージェントでニューヨーク・メッツと契約してプロ入り。2008年は、ルーキー級、ベネズエラン・サマーリーグ・メッツでプロデビュー。49試合に出場して打率。 203、20日本塁打、11打点、7盗塁を記録した。2009年はまずルーキー級、ベネズエランサマーリーグメッツでプレーし、12試合に出場した。6月からルーキー級、ガルフコーストリーグメッツでプレ三38試合に出場して打率、243、14打点、16盗塁を記録した。二千十年はまず A 級セントルーシーメッツでプレーし、 30試合に出場して打率2466打点4盗塁を記録した6月から A 級サバンナサンドナッツでプレー、44試合に出場して打率28117打点4盗塁を記録した8月から A-9 ブルックリンサイクロンズでプレーし18試合に出場した2011年は A 級サバンナでプレーし、百三十一試合に出場して打率、二百五十一二本塁打四十一打点、十五盗塁を記録した。二千十二年はまず A 級セントルーシーでプレーし、六十五試合に出場して打率、二百八十四一本塁打二十三打点、十二盗塁を記録した。六月二十一日に A 級ビンガムトンメッツへ昇格。 57試合に出場して打率、254、27打点に投塁を記録した。オフの11月20日にメッツとメジャー契約を結び、40人枠入りした。2013年3月3日にメッツと1年契約に合意。3月10日に AA 級、ビンガムトンへ移動し、そのまま開幕を迎えた。<laughs> AA 級、 リンガムトンでは133試合に出場して打率。2634本類が36打点、12盗塁を記録した。9月20日にメジャーへ昇格し、22日のフィラデルフィアフィリーズ戦でメジャーデビュー。8番、遊撃手で先発起用され、4打数に安打1打点だった。この年メジャーでは7試合に出場して打率。200だった。 2014年3月3日にメッツと1年契約に合意。3月10日に AAA 級ラスベガスフィフティィテワンズへ移動し、AA 級ビンガムトンで開幕を迎えた。この年メジャーでは2試合の出場に止まった。2015年は40人枠入りしたが、3月17日に AA 級ビンガムトンにマイナーオプションで移動した。4月7日にル a 級ラスベガスへ昇格したが、 8月19日に7日間の故障者リストに入った。8月30日にアディソンリードを昇格させるために25人ロースターに加えた上で60日間の故障者リストに入れた。この年はメジャーではプレイしなかった。なお、マイナーでは102試合に出場して打率、283、3本塁打、42打点、30盗塁という成績を残し、瞬足をアピールした。 オフの11月5日にマイナー契約で AAA 級ラスベガスへ配属された後、翌6日に FA となった。2015年12月15日にミネソタツインズとマイナー契約を結び、2016年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2016年は参加の AAA 級ロチェスターレッドングスでプレイし、125試合に 出場して打率249、1本塁打三35打点、29盗塁を記録した。オフの11月7日に FA となった。2016年11月18日にセントルイスカージナルスとマイナー契約を結び、2017年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2018年11月13日に ロサンゼルス・エンゼルスとマイナー契約を結んだ。2019年は開幕を参加のトリプル A 級ソルトレークビーズで迎え、6月7日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。6月26日にリーフとなり、29日にマイナー契約でトリプル A 級ソルトレークへ配属された。8月4日に再びメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。 8月23日に再びリーフとなり27日にマイナー契約で AAA 級ソルトレークへ配属された9月30日に FA となった2019年12月19日にツインズとマイナー契約を結んだ2020年は新型コロナウイルスの影響でマイナーリーグの試合が開催されずメジャーにも昇格しなかったため 公式戦の出場はなかった。オフの11月2日に FA となった。2020年12月21日にメッツとマイナー契約を結び、2021年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2021年5月18日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。6月1日にトラビィス・ブランケンホーオンの加入により、 リーフとなり、3日に、マイナー契約で、AAA 級シラキュースメッツへ配属された。ありがとうございます。